宇宙に始まりはあるか、終わりはない。無限、星にもまた始まりはあるが、自らの力を持って滅びゆく。有限、英知を持つ者こそ最も愚かであるが、歴史からも読み取れる。海に行ける魚は陸の世界を知らない。彼らが英知を持てば、それもまた滅びゆく。人間が光の速さを超えるのは、魚たちが陸で生活を始めるよりも滑稽。これは抗える者たちに対する神からの最後通告とも言える。いや、こちらの話だ。問題です。これより会場に潜入する。ああ、ドクターの話は抜け駆けました。たっぷりとその考えについて聞かせてもらうことです。何？機関が動き出しているだと？それが死体不良ですね。エル、さあ、コマ。さっき携帯で誰と話してたの？それがマユリのためでもない。そうなんだ、オカリありがとう。
マユリよ、いつも言っているだろう、俺のことをオカリンと呼ぶなと。でも昔からそう呼んでたよ。それは昔の話だ。今の俺は包囲強魔、世界中の秘密組織から狙われる狂気のマッドサイエンティストだ。だって難しくて覚えられないし。一文字も合ってないよ。おかしいね。でね、オカリ、教えてほしいんだけど。お前はそれも知らずここまで俺についてきたのよ。うん、これからここで始まるのはドクター中鉢の記者会見だ。でも記者さんなんて見当たらない気がするよ。あるいは機関により何らかの妨害を受けたのかもしれないな。巻き込まれるのは勘弁だがな。マユリ、気をつけ。おそらくこの記者会見、何らかの事件が起きた。違うんだっけ。
爆発だと。予定通り始めますので、もうしばらくお待ちください。これは匂いだ、異様な匂いだ。何とかしたいな。さっきの爆発は何だ。俺だ。どうも嫌な話。俺たちが知らないところで何かが起こっているようだ。ああ、分かってる。無茶はしないぞ。この命は欲しいからな。ええ、さあ。やればいい。ウーパが当たるかどうかは保証できないがな。でもね、マユシーは今100円玉を切らしちゃっているのです。
黙ったれるな、マイ。金若さん、俺がお前に人生の厳しさを教えてやる。では真由里にくれてやろう。本当？いいの？オカリン。ボーイン今日まだ。ありがとうオカリン。本日はドクター中鉢によるタイムマシン発明成功記念会見にお集まりいただき、誠にありがとうございます。どうやら始まるようだな。行くぞ、マユリ。待って待って、名前書かなくちゃ。それでは早速登場していただきましょう。発明家ドクター中鉢さんです。皆さん盛大な拍手でお迎えください。ドクター中鉢だ。どうぞよろしく。それではここに集まってもらった諸君だけに、人類史に残る世紀の大発明、タイムマシンについての理論をお教えしよう。タイムマシン？あの人が作ったの？ドクター！バカにするにも程があるぞ。なんだね。俺が誰なのかはどうでもいい。それより今あなたが語ったタイムマシンの理論は一体何だ。ジョン・ダイターのパクリではないか。あなたはそれでも発明家か。
かその男をつまみ出せ。出ていくのはあなただとしか。勝ちをして、忍者、あなたには発明家を名乗る資格はないぞ。さあ、黙れ生意気な若造め。